をお召し上がりくださいませ。早くウィーネたちのもとへ行かねばならない。急ごう。急ぎたい気持ちはわかりますが、どうにも緊張感に欠けると言いますか。何をおっしゃっているのです。早くウィーネ様を見つけねば、あまたの冒険者様に襲われて哀れな目に。いけません、ウィーネ様、そのような形での人との交流など。ツッコミが面倒なので、激しい妄想は控えてください。ともかく、所詮チョコ配りの騒ぎですからね。それに、この衣装もよくありません。あまりにもフリフリだし、ふわふわだしで、ダンジョンにいるという緊張感が。リリ様はこの衣装がお気に召さないのですか。私は、だんだんと愛着を感じてまいりました。聞けばゼノスの皆様が手縫いで作られたとか、聞くとさらに愛おしく感じてしまいまして。ほら、ご覧ください。こうしてくるりと回ると、ふわふわの衣装が風になびいて、とても愛らしく。どうなさいました、リリ様。まじまじと見られて、何かおっしゃりたいことでも。あざとすぎます。から気にはなっていたのです。この服と春姫様の組み合わせは危険な可能性を秘めていると。今の言動を見て疑念が確信に変わりました。くるりと回ってウフフだなんて、なんというあざとさ。フリフリふわふわの服の性能を最大限に引き出す所作、どこでそんなあざと可愛いを覚えてきたのですか。覚えてきたものにも、私はそんなつもりは。それです、それ、それが一番の問題なのです。無意識から生まれる天然物のあざとさだから、一層たちが悪い。今ですら清楚なのに、しっかりエロいという危険案件のくせに、さらにあざとさまで覚えて、どうするおつもりです。ベル様を誘惑でもするおつもりですか。ベル様を誘惑。そんなこと、私はそんな、ベル様を誘惑など。タッハルさん、春姫さん、何その格好。この格好でございますか。これはバレンタインということで着ているのですが。すっげえ春姫さん、すっげえ、マジすっげえ、超かわいいよ。はい、春姫さん、マジ史上最強超絶ベルナール、極東からやってきた可愛さドランキュー。おやめください。そのように褒められては、春姫は困ってしまいます。困ってる春姫さんも可愛いよ。ああ最高だ、春姫さんは世界で一番可愛いよ。おやめください。ああ、でも本当はもっと言ってほしかったりもします。その服がいいよね、最高だよね。フリフリふわふわであざといところが最高にいいよね。ベル様はあざといのはお嫌いではないのですか。嫌い？ No、 あざといの大好き。もっともっとあざとい春姫さんが見てみたい。あざとい私をご所望なのですか。一体どうすれば。甘い春姫をお召し上がりくださいませ。
イエッヘイ！旅します！いただきます！春姫さんを食べて虫歯になっちゃってもそんなの全然構わない！いけません、ベル様！こんなあざとい私など！あざといの最高！みんなあざといのが大好きなんだ！早く向かいたいのだが、人選を誤ったか。